こんにちは、英会話のピアノ進です。今回はペーシェントについて説明してみたいと思います。このペーシェントなんですけど、学生時代に私が覚えたのの中の、単語は、患者っていう感じだったんですけど、この、ペーシェント、もう一個実は意味があって、このペーシェントを訳すると、寛大でいてくださいとか、ちょっと忍耐強くいてくださいっていう意味で使われることがあります。で、海外に出られた方は分かると思うんですけど、電車とかバスとかが、よく遅れるっていうことはもう日常茶飯事で、結構もう本当によくあることなんですね。で、電車が遅れた際にその乗務員の人が Please be patient、Please be patient とかって言ってるんですけど、その時はちょっと遅れてるけど、ちょっと忍耐強く、ちょっといてくださいって感じですね。ちょっと書いてみますね。こんな感じで Please be patient って使われるって感じですね。私結構台湾人の友達もいまして、で台湾の友達と結構なんですかね、一緒に移動するっていうことがあったんですけど、その時にバスをこう待ってたことがあって、で本当にバスが2時間とか本当に来ない時は来ないんですけど、大体1時間ぐらいこう待って、どれぐらいでバス来ると思うって、台湾人に友達に問いかけたわけですけど、その時に台湾人の友達の答えがすごい面白くて、彼が言ったことは It depends on the mood of the bus driver って言ってたんですけど、 It depends on the mood of the bus driver、バスドライバーの、気分によって、どれぐらいの時間で来るかっていうのは決まってくるよっていうふうなことを言ってました。こういうことがよくありますね。日本にいると結構こう電車とかって、時間通りに結構当たり前のように来るんですけど、海外ではこれはスタンダードではないですね。もう遅れるとか、本当に悪い時来ないっていうのが、よくあります。だから結構そういった点を考えると、日本のサービスって本当にすごいなと思って、結構感謝できる部分ではありますよね。本当にまれに日本でも電車遅れることありますけど、そんなに頻繁にあるわけじゃないから、それがやっぱりこう日本 の, この交通サービスのなんか素晴らしいところだなと思いますね。このペーシェント、日本じゃちょっともしかしたら使わないかもしれないですけど、地下鉄とかが遅れない限りは、使わないかもしれないですけどね。でも海外ではペーシェントとかよく耳にするんで、ぜひ覚えてください。ではさようなら。